こんにちは、萌えです。今回はですね、こちらのラドールプレミックスという粘土を使って新しい作品を作っていきたいと思います。で、これはですね、今鼻を作ってるんですけど、人の鼻ですね、鼻を作ってるんですが、その詳しい作り方は、ちょっと前の動画で出してるので、そちらを見てもらえたらと思います。で、今回作っている鼻はですね、適当に作ってるのではなく、ちょっとある人たちを参考にしてですね、作ってます。で、それが私の大好きな、巨匠たち、画家ですね、ピカソとダリと、モネとルノワールの花を作っています。で、あともう一つはですね、5つ作りたいので、もう一つは私の自分の花の形を作っています。で、これをまた新しく 3D の作品としてですね、絵にこう落とし込みたいと思います。で、この花作り、この花ですね、結構思ったより難しかったです。普通のキャラクターとかそういうものを前に作った、マイクとかですね、そういうものの方がもちろん時間はかかるんですけど、結構こういう花って形簡単に見えて、少し違うだけでですね、全然変わったイメージになっちゃうので、その人を想像できる花っていうか、写真を見ながら作ったので結構難しかったです。で、この穴の開け方も、花の穴もですね、ちょっとこれ今綿棒を使ってるんですけど、こう綺麗に、表面を綺麗にしたいときは手のひらで、こう指のひらでですね、ツルツルにスベスベにしていくんですけど、狭すぎると指が入らないので、そういうところはですね、さっきみたいに綿棒でくるくる回してですね、表面をきれいにしていきました。で、結構他のフィギュア的な粘土を作るとき、よくこの綿棒を使ってます。綿棒とか爪楊枝とか、そういう細いものよく使いますね。で、これまた違う花を作ってます。で、やっぱり1つ目より2つ目より3つ目と、結構作るスピードはどんどん速くなっていくんですけど、花自体作るのが初めてだったので、最初はちょっと時間かかりましたけど、だんだんこう慣れてくるとですね、どこの辺をどう使ったらいいとか分かってくるので、スピードアップできたかなっていう感じです。で、人それぞれ花の形全然違うので、その人の特徴を捉えながらですね、今これは写真を見ながら、ネットで写真見ながら作ってる感じです。で、あと自分の花はですね、鏡を見ながら作ってます。あとは実際に自分の花は手で触れるので、自分の花をこう自分の手で触ってみた感じとか、見た目だけじゃなくて、触って、あ、こんな感じかっていう形を、自分で触ってみて考えて、で、この粘土も触ってみて、ちょっと違うなと思ったらそこを修正してみたいな感じで作ってきました。なので、このスベスベにする時もですね、人によってちょっとスベスベにしすぎちゃうと、こう蝋人形みたいな感じのトゥルッとした感じになっちゃうので、ちょっとボコボコが残っている花とか、まあ、その人の鼻によりますけど、そういうのに、見た目に合わせてですね、作っていきます。あ、これが今、鏡見ながらやってるところですね。自分の鏡を置いて自分の鼻を見ながら作っていってます。なんで、これ自分の鼻です。自分の鼻といっても、大きさは実物大よりもちょっと大きめに作ってあります。はい。そして、それが可愛いかしている、その花をですね、まあ、2日ぐらい乾かさないといけないので、乾かしている間に、土台になる絵を描いていきます。今回はですね、ウッドパネルにジェスを塗ったものを使ってます。で、今白いで塗ってるんですけど、これはアクリル絵の具です。もう1回ですね、ジェスを塗った上に描いてます。で、今回使っているの、この大きいハケを使ってるんですけど、全体的にこうザーッと塗りたいときは、こういう大きい波形がおすすめです。
あとは今回はですね、バックグラウンドはちょっと抽象的な絵、抽象画、あの模様みたい なんか色で遊ぶ感じの絵にしたいので、あんまり細かい、筆よりもこういう大きい筆でですね、ハケでザザッと描いて、そういうテクスチャーを出すのがいいかなっていう感じだったので、大きいものを使ってます。でもちろん今適当に描いてるんではなくって、私の場合ですね、描く前にパソコンでこんな色にしようみたいなのを自分でサンプルを作ってから描いてます。ただそのサンプルを作るんですけど、まあデジタルで作るものなので、実際に描いてみるとちょっと違ったなみたいなこともあります。なのでそういう時は、そういう時ってそういう場合の方が多いので、それにですねちゃんと対応しながら、もうちょっとこここうしようかなっていうのを描いている時に改善しながら描いていきます。ただ色合いというか、この辺こうかなみたいな大体の色とか位置とかはですね、このサンプルのように書いていきます。そうするとイメージがねついて、あんまり失敗しないかなと思います。はい、で今使っている色はですね、紫、これはダイオキセジンパープルと、とかですね、緑とか、最初に塗ってたのはフタロサイニンブルーとか、そういうのを使ってます。でわざとこの筆のストロークを残す感じとか、そういうのテクスチャーを出したいので、綺麗なグラデーションとかにはせずに、しかもこうやって直接このキャンバス上に色をのせています。別にこれをパレット上にのせて描いていくんでもいいんですけど、こういうこともします。あとこれ、私も抽象画で結構使うんですけど、これはですね、あの窓の水取り用のやつです。これね、これもダイソーに売ってます。100均で買ったやつです。これも大小あって、小さいのと大きいのと場所に合わせてですね使い分けてます。結構このザーッとしたテクスチャーがこれでしか出せない感じとかもあるのでよく使います。であとはですね、この、100均のこの、窓の水切りじゃなくてもゴムベラみたいなやつとか、画材屋さんとかにもそれ専用のものも売ってたりします。そのテクスチャーを作る用のですね、ギザギザになってるものとか、そういうのもあるんですけど、100均でもねこういうのも応用できるので、いろいろねツールを探してみたらいいかなと思います。そして今描いていたのは、今パレットナイフ持ってるんですけど、これで細かいところの色を足していってます。さっきの水切りとかですね、大きい筆では出せないようなテクスチャーとかのとこに使ってます。あと今持っているのはボールスタイラスなんですけど、これで文字を書いてます。文字を書いているっていうのも、この今後ろに白を塗っていたと思うんですけど、その上にこの青とかね、いろんな色を塗りました。でその上に塗った色が半分乾いたぐらいとか、乾いていない状態、完全には乾いていない状態で今ですね文字を書きました。削っている状態ですね。そういう感じでちょっと自分が思うように文字とか模様を書いていきます。今回はちょっとそういうのを取り入れて、文字も書きつつ、抽象画にしてみました。そしてこんな感じに出来上がりました。いかがでしょうか。I don'tDo drugs, I'm drugs っていうのが、ドラッグってドラッグですよね。これはですね、ダリの有名な言葉です。これをですね、ちょっと入れてみました。で、いろんなアーティストの花をですね、入れて、花もこうやってペイントしてみました。
新しい作品がまた1個できました。いかがだったでしょうか。この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。